皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。さて今回はこの秋トレンドなのかなとも思えるサーモンカラーの腕時計ご紹介していきたいと思います。サーモンカラーの時計、最近新作を含め結構増えてきたような気がします。一時期のターコイズブルーとかアイスブルーとか、あそこまでドンと盛り上がってるわけではないんですけれども、何年か前のグリーンウォッチみたいな感じでちょっとずつ増えてきているんですよね。なので今出てないブランドからは今後出てくるような気がしてるんです。今のうちから注目しておいた方がもしかしたらいいかもしれないなということで、今日取り上げてみたいと思います。今発売されているもので、私個人的に気になるものを10個ほどピックアップしてご紹介していきたいと思います。それでは本日も最後までぜひ楽しんでいってください。行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速なんですけれども、こういった腕時計のトレンド、特にカラーものはですね、ある程度ここを見ればだいたい流れが読めるよねっていう場所があります。それが一つがオンリーウォッチで、もう一つがジュネーブウォッチメイキンググランプリ、この二つですね。まずオンリーウォッチなんですけれども、これは2年に1回開かれるチャリティーオークションです。各ブランド一点物を作って、それをオークション形式で販売して、その売上の一部がチャリティーに当てられるといった、そういったイベントですね。で、それの2019年、遡って見てみるとですね、実はこんな感じなんですよ。どうですか、お察しいただけますでしょうかね。もうこの辺まで出てきたらわかるよねっていう感じなんですけど、実はターコイズブルー、ピーコックブルー、その辺のカラーリング、2019年のこれとかもそうですよね。2019年のオンリーウォッチの中にたくさんあったんです。これが2021年、2022年、トレンドになっていったっていう流れになったのかもしれませんよね。きっかけとしては間違いなくあったんじゃないかなと思っています。で、今回のサーモンピンクなんですけれども、まあ、やっぱりオンリーウォッチの方を見てみると、あ、これもね、だんだんこれから来るかもしれないんで一応見といた方がいいと思うんですけど、2021年のオンリーウォッチって実はオレンジが多かったんですよ。なのでこの後またオレンジがね、何年かかけて来る可能性もあると思っといた方がもしかしたらいいかもしれない。トレンドに敏感な方ぜひ見ておいてください。それともう一つ、ジュネーブウォッチメイキンググランプリ、昨年2022年のこれはノミネートの手前、エントリー作品ですけれども、こちらを見ていくと、こういったゴールドカラーの文字盤っていうのが実はいくつか出ていて、これとかもそうですね。とか、あとはサーモンピンク系で言うと、これはちょっとピンクすぎる、サーモンピンクと言われればまあピンク、レッドサーモンぐらいのピンクですか。とか、あとこれインダイヤル、やっぱりゴールドカラーですよね。あとこのボベの時計とかもサーモンカラーになっていると思います。それからこの辺とかもサーモンオレンジ系ですよね。あとこれもそうですね、これはピンクゴールド系のおそらく文字盤だと思うんですけれども、昨年の GPHG、 ジュネーブウォッチメイキンググランプリのところを見ても、なんとなく色のトレンドというか、新しい色が出てきたなっていう感じはつかみ取れるかなと思いました。まあ、なのでぜひですね、オンリーウォッチとジュネーブウォッチメイキンググランプリ過去の作品見てみてください。この辺のカラーが今来てるのかって、まあ、結局結果論でしかないんですけれども、確かめ算として非常に面白く見ていただけるものだと思います。はい、それでは本題行ってみたいと思います。私が気になるサーモンカラーの時計、まず一つ目はこちらです。アシュロンコンスタンタンパトリモニーのレトログラードデイデイトです。これは今年の4月に発表された新作になります。昔のアシュロンコンスタンタン知ってる方にとっては、あ、アシュロンといえばレトログラード確かにあったよねっていう方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。1940年代に最初に作られて、それからいくつかのコレクションで展開されていたという歴史が残っております。それからこのサーモンピンクもですね、実はアシュロンコンスタンタン1940年代にやっぱり作っていたらしいんですよね。なのでこの時計、実は40年代にルーツがあるというか、その時の衣装をいろいろ整理して今こうして再度整え直して作品になったというものに実はなっております。パトリモニーは丸さを強調したケースデザインが特徴ですよね。でその中にレトログラード、半円型の文字盤、これここまで行ったら戻る設計になってるんですけど、31日まで行って次1日になる12時のタイミングで針がこっちに戻る設計になってます。そしてこの曜日のところもそうです。
ですね、日曜日から月曜日にかけてこうここからここにピョンって飛ぶような仕組みになってます。まあ、そういった特徴があるんですが、やっぱりでもデザインっていうところまで見て優れた時計だなと思うんですよ。アスロンコンスタンタンのその熱の入れようっていうんですかね、突き詰め方っていうところはさすがやっぱり雲上ブランド、さすがと言ったらあれですけど雲上ブランドのそれなんですよね。で今見ていただいているのがこの曜日のところなんですけど、マンデー、チュースデー、ウェンズデー、アルファベットの数違うんですけど全部幅合わせてあります。ここを見るだけでもどれだけ追求しているかっていうのはお分かりいただけると思います。この一つ一つのフォント、じゃあプリントで文字盤作りましょうねっていうとこんなに整わないんですよ。ということはこれ一個一個ちゃんとアルファベットのサイズ、それから文字の幅っていうところを全部調整して作ってるっていうことなんですよね。こういうやらなくていいところまでやってるっていうところが雲上ブランドの面白さ、それをレトログラードとサーモンダイヤルという1940年代のバシロンコンスタンタの衣装というところを用いて作ってる、そこにもロマンを感じると、まさに雲上ドレスと呼ぶにふさわしい時計だと思います。では続いてはこちらです。チューダーのロイヤルです。ロイヤルは1950年代に発売されていたものの復刻になるんですけれども、今チューダーにおいてはスポーツウォッチにカテゴライズされます。なのでチューダーのホームページでロイヤルってあれどこにあるんだろうって一瞬なりがちなんですけど、実はこのスポーツウォッチカテゴリーの中にロイヤルはあります。ロイヤルシリーズ4つのサイズで展開されているんですが、 28mm、34mm、38mm、41mm ですね、全部のサイズと、それからこちらにありますねダイヤモンドのインデックスを使ったものまで存在しますので、バリエーションでいうと全部で8個ですねあります。サーモンピンクにダイヤインデックス、またこれはこれでエレガントで合いますよね。ただ設計上はスポーツウォッチっていうところ、このギャップもまた面白いところだと思います。綺麗なサンレイカラーのサーモンダイヤル、それをチューダーのスポーツウォッチで楽しむってなんかちょっと贅沢ですよね。ご自身の時計の選び方、その個性の表現っていう意味でも選んで楽しいモデルかなと思います。では続いてこちらです。ロンジンのフラッグシップマスターコレクションの新作です。先に 40mm サイズのモデルが190周年モデルということで登場していたんですが、こちら後追いでですね 38.5mm 系、そしてスモールセコンドを搭載したものが追加されました。その中でいくつかカラーがある中の一つがこちらのサーモンダイヤルです。先ほどのチューダーとは違ってサンレイではなくて縦の筋目が入っているっていうところで、やっぱりそれぞれブランドごとに違うっていう、そこも面白いところだと思います。でこのロンジンなんですけど、個人的に今結構欲しいモデルの一つ候補に入ってきてます。機械彫りのアラビア数字なんですけど、手彫り風ですよね。手彫りに見えなくもないですよね。それからこのグレーがかった黒の針であったりとか、サーモンカラーの時計って今のところ私のコレクションには入ってないので、そういう意味でもこれは候補に入ってきてます。このスモセコのところとか光の当たり具合によってこんな感じに見えるんですね。本当によくできた時計だと思います。これお値段も優しいのは嬉しいですね。378,400円、今現在の価格です。では続いてはこちら、ランゲ&ゾーネの1815ラトラパントパーペチュアルカレンダー。これ超複雑機構なんで、当然お値段的にはこちらですね、お問い合わせくださいになってます。1000万円は余裕で超えてきます。こちらラトラパントパーペチュアルカレンダー、複雑機構2つ積んでるんですが、まずラトラパントというのはクロノグラフの一種です。ストップウォッチ機能ですね。通常クロノグラフはスタート、ストップ、そしてリセットという2つのボタンでその3つの操作を行うというのが通常なんですが、こちらのラトラパント別名でスプリットセコンドクロノグラフと言います。針が2本ありまして、この2つの針を止めるタイミングを変えることができるんですね。それをすることによって何ができるかというと、スプリットタイムを測ることができると。スプリットタイムって何って言った時に、例えば陸上競技 100m 走を走りましょうって言った時に、前半の 50m のタイムと 100m 走り終わった時のタイム、どっちも測ることができるっていうのがそのスプリットセコンドクロノグラフの機能ですね。でそれに加えて今回のランゲ&ゾーネのこの1815パーペチュアルカレンダーまで積んでるんですよね。パーペチュアルカレンダーというのは日本語で言うと永久カレンダーです。お詳しい方ご存知だと思うんですが、次にウルー年がない年が2100年なんですね。それから月でいうと30日の月と31日の月がありますよね。そういったところ全てこの機械の中に記憶されている状態なので、理論上止まらなければ日付の調整は2100年3月1日になるタイミングまで必要ありませんよというのがパーペチュアルカレンダーです。実際にはオーバーホールとか定期メンテナンスが入ってくるので、矛盾した機構ではあるんですけれども、やっぱりロマンっていう意味ではすごいですよね。そのパーペチュアルカレンダーとスプリットセコンドクロノグラフ、その2つの機構を腕時計の中に収めてしまう、それだけの技術がある会社っていうと、もうほとんど数えるぐらいしかないと思います。
はい、では続いてこちらです。ショパールの LUC1860、 これも今年の新作、4月に発表されたものになります。ショパールというとここ数年アルパンイーグルというラグジュアリースポーツウォッチが非常に高い人気を誇っているんですが、もともとはドレスウォッチが強いブランドです。そのドレスウォッチの代表格がこの LUC シリーズになります。構図家たちの間ではムーブメントをベースに語られることが多い時計なんですが、今回のこのサーモンカラーの文字盤というのは、文字盤について触れるっていうことを無視するわけにはいかない色ですよね。同じタイミングでアルパインイーグルの方にも近いカラーのものが登場しています。こちらですね。ただこちらはですね、ガルバニック加工によるモンテローザピンクっていうふうに書いてあるので、モンテローザっていうのはスイスの山脈地帯のことですよね。その名前を冠したピンクっていうことなので、サーモンというふうには歌われていないんですね。で、かたやこっちの LUC はどうかというと、こちらにですね、はっきりサーモンカラーの文字盤というふうに書いてあるので、見た目的には近いんですけれども、ブランドとしてははっきり分けているカラーなんだと思います。気になった方はぜひブティックの方で並べて確認してみてください。では続いて見ていきます。続いてはカール・F・ブヘラのマネロ・ペリフェラルです。つい最近キアヌ・リーブス主演のジョン・ウィックの最新作、日本でも上映が開始されたんですけれども、そのジョン・ウィックがつけているモデルがこのマネロシリーズになります。マネロオートデイトというモデルを劇中でつけているんですが、これはそのペリフェラルという機構を積んだものになります。モデル名になっちゃってるので分辨との話もせざるを得ないんですけれども、こちら自動巻きローターが見えないんですね。じゃあどこにあるのかっていうと、この外周のここカール・F・ヘラーと書いてあるところ、ここにあるんですね。これがぐるぐる回るということで、自動的にゼンマイが巻かれる仕組みになっております。で、それがペリフェラルローターという名前になっています。それを積んでるよということで、マネロシリーズの中のペリフェラルというシリーズになっているんですね。他との違いという意味では、この文字盤の模様、仕上げの部分ですね、レコードのような同心円状の筋目模様が入っています。その上で光を当てるとこういう風に三連にもなるという、文字盤だけ見ててもいろんな方向から光を当てて楽しめる、ずっと見てられるモデルだと思います。いろんな角度から見ていただいて、光の遊びっていうところをぜひ楽しんでください。続いてはこちらです。ノモスブラスヒュッテの角型時計テトラです。創業者がデザイナー出身ということなので、しかもドイツのブランドということもあって、ドイツの伝説的なデザインアカデミーバウハウスのデザインコードを多用しているのがノモスブラスヒュッテの時計の特徴になっています。こちらのテトラ、テトラって4って意味なんですけど、まんま角型四角形の時計ですよっていう意味ですね。硬い角型のケースなんですけど、その中にリラックス感のあるカラー文字盤を置いて、ベルトの方にもリラックス感のある素材を使うことで、その角型の緊張感っていうんですかね、そういったところがうまいことそがれてリラックスウォッチになってるっていうのがすごくいいところだと思います。日常使いのおしゃれ時計ということで、カチッとドレスウォッチっていう感じでもなくて、カジュアルすぎずスポーティーすぎず、まさにオフィスカジュアル、それを個性を持っておしゃれに使いこなしていただける時計なんじゃないかなと思います。では続いてはこちらです。コーニッシュの新作、ラ・グランデ・コーニッシュスチール・ウィズ・サーモン・ダイヤル。コーニッシュは我々の動画の中でもかなり登場頻度の高いブランドなんですが、そのデザインセンスであったりカラー展開であったりとか、とにかく上手で、で価格を見て驚くっていう、そしてついつい買ってしまうっていう、そういう時計です。新色ということで、こちらのサーモンどうですか。これまたおしゃれなの出ちゃいましたね。かなり肌なじみの良さそうな色ですよね。私これまだ実機見てないので、よりこの色感がどうなってるのかっていうところも含めて気になってるモデルの一つです。日本製のセイコーの自動巻きキャリバーを搭載していて、でこれ今ドル表示になってるんですけど、日本の販売価格でいうと12万円ぐらいだったと思います。それでこれだけのデザインのものが買えるって、なかなか他探しても見つけづらいんじゃないかな。まだ見たことないんだよねっていう方、ぜひ見てほしいですね。はい、続いてはこちら、 G-SHOCK の人気モデル、通称カシオークからもこんな色が新たに登場しました。公式の方でサーモンカラーとは言っておらず、ピンクゴールドカラーという風な言い方をしているんですが、でもまあまさにこの色ですからね。一応ウーマンのカテゴリーになっているので、小さい方のサイズにはなるんですけれども、この感じであれば細い腕の男性の方がつけていただいても全然違和感なくつけこなしていただけるサイズ感かなと思います。1本買って彼女さんや奥様とシェアっていう形でもいいんじゃないでしょうか。さてラストはこちらです。我々のチャンネルメンバータグッチのインスタグラムカラーなんですが、モーリス・ラクロワアイコンのエクリューカラーです。エクリューというのは生地の色ですね。
ていうところからのネーミングなんですけれども、どうですか、実際見ていただいたらサーモンピンク系のカラーなんですよね。でタグッチがつけてるのを見ててもすごく綺麗で目を引く時計なんですよ。不思議とドレッシーでもありカジュアルでもあり、そしてこのカラーですから個性をしっかりと表現できているというところで、こんな感じでタグッチ写真撮って遊んでますけど、やっぱり写真撮るのが楽しくなるっていうのもすごくわかる時計ですね。こちらは特に新作というわけではないんですが、まだ見逃されてる方もいるかもなということで今回取り上げてみました。はい、ということで今年の秋にトレンドになるって言うとまだちょっと早いような気はするんですけど、ここから1年2年ぐらいかけてもう少しおそらく他のブランドでも出てくると思うんですね。サーモン系のカラーの腕時計、今現段階で私が気になっているモデルということで10個ほどご紹介させていただきました。この他にもまだまだサーモンカラーの時計たくさんあります。皆さんも気になるものがありましたらぜひコメント欄の方に残していただければと思います。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。